映画2046は、ウォンカ・ウアイ監督が5年の歳月をかけて作り上げた夢のような映画作品です。過去作欲望の翼、火曜年下と密接につながり、1960年代の香港を舞台に重層的な物語を紡ぎ出します。登場人物の名前や容姿が作品ごとに入れ替わるなど、遊び心に満ちた手法で見るものを魅了します。撮影監督のクリストファー・ドイルの美しい映像や、リアム・チョンの繊細な美術、そして巧みに配置された音楽が観客を夢の世界へと誘います。ストーリーの理解よりも、今この瞬間を感じることが大切な作品です。一見取り留めのない物語の中に、人間の変わらぬ思いが描かれています。2046は未来であり、過去であり、現在でもあるという独特の世界観を持つ映画なのです。